始めていきましょうかね。フリープレイになってますよね。はい、それでは東進祭予選、ウルトラストリートファイター4、ゴイチャリテンポ予選ですね、全6名の開催となります。さあ、チュンリーとバイパーということで、私がやってたスト4時代からいる組み合わせですが、まあ、そんな変わんねえかなみたいな、ウルボンが2つついたあたりからあんま自信ないんですけど、地上の牽制に対して、まあ、空中バーニングで引っ掛けていきつつと、さあ大フェイスも当たって DX フェイスもからの中バーニング、おそらく中バーニング、さあ EXP まで切り返す、飛んだが、うわ、怖い怖い怖い。さあこれはバーニングをしっかりガードしてからの、コパコア EX 白烈からの気候ショー、しっかり削り切りましたね。あっとゲージがない。さあ EX 戦術もバーニングはガード、さあゲージバンバン入っていく、今のはバーニングミスっぽいですけど、第3打 EX サンダー漏れたけど問題ない。さあ相変わらず中足中サンダーみたいなのは、強いですね。で裏からと金中パー入れて 1-1 でファイナルラウンドです。 EXS もさあこのバーニングのねエフェクトで、ガードしてるか使ってるかも見づらいというのも強いポイントですね。やべえ懐かしいマジでこれ、このムーブ。あっバーニングだ。着地する前にバーニング打ってるように見えるんですけど、空中受け身から EX フェイスも、さあ前中パンからの投げ、勝利したのはガゼイキッズさんとなります。俺が知ってる時のルーファスはかなり猛威を振るっていたキャラで、ワイパー使ってた身からすると救世主キック何この技みたいな感じで超怒ってたんですけどね、リストリターンが全く合わねえみたいな、感じだったんですが、さあ今のルーファスはどうなのか。相変わらず雷撃襲系は強い、まあ本家が来ちゃいましたからね、雷撃襲に関しては。まあユンヤンともにスーパー、スーパーストリートファイターのね SE かなんかで防衛を振るったのは知ってますか。さあ出た懐かしの DX 救世主キックからターゲットからのウルコンです。さあここまで俺の知ってるウルコンです、あソフォーですが、ディレイスタンディングとかがあるのがね、だいぶ変わったところですね。前までは起き上がりのタイミングずらせなかった時はやはりあの雷撃襲の根元折りと、めくりが非常に強かったですけども、まあ、多少タイミングをずらせるようになってからは安定の重ねというわけにはいかなくなったか。さあこれは、セービングレベル2ですかね、しっかり追撃。セビ指導は、まあ、相変わらず補正はおすすめですが、さあチュンリーが優勢なのは変わらないが、先ほどもこの EX 救世主キックから流れは変わった。すごい、怖い、あー食い投げうまい。あーっとこれあなたがウルコン出ないマン、
さあ画面端なんでウルコンまでつながります。お見事、勝利したのは、ハシダルーファス、2-0 で、アボンマ、マクセルさんを下しまして、あ、これはもう特進手方は関係ないですね。ガゼイキッズさんと橋田さんの対決となります。バイパーはね結構 1P2P で低空バーニングが出る出ないの得意とか不得意とか結構出る、まあ俺が特にあったんですけど、それミスるとね歩きウルコン使ったりとかして死んだみたいな、こともあったりとかしたんで、割と 1P2P 重要っぽいですが、さあ勝った方が決勝進出ですね。 1P 側が橋田ルーファス、 2P 側がガゼイ、パイパー。さあ欲望の上りジャンプ大キックから相方リターンあるんでしょうか。さあ EX バーニングで切り抜けます。うーっと大サンダーは1点読みか。バーニング、うまい。中足、中3、めくりはしっかりガードしている。うっ、いやー我慢からの L。 さあこの動き攻め大サンダー。さあ強気でしたね。これが通りまして、一本成就したらガゼイキッズさんのバイパー。これは漏れました。バイパーあるある、多分漏れた。 DX さんだ。さあさっきからめくりはしっかりやはりガードしてますね。 DX 級停止からコワコワコパ。あーこれこれ、あー相方減りますね、安心しました。あれはやっぱり食らっちゃいけない。あーそこで画面味、これも相変わらず減りますね。使った時の隙はでかいですか。さあどうだ、いくわ人間抜ける。あー冷静ですね、これは完全に読んでました。しゃがみ大パンで、まあルーファスならではのしっかりした反撃。バーニング、さあ赤セビだが大パン、今のはフェイスのキャンセルミスったかなといった感じ。さあお互いスカル、おいしい。あと裏に回っている。さあ怖いぞ、危ない。 DX バーニング、これはガードして投げる。さあどうする、 DX フェイスも、さあ最後はコパンと小足が相打ちして勝利したのはガベキッズさんのバイパー。まずは決勝戦進出1人目に決定戦、おめでとうございます。